迫力あるくない。お待たせいたしました。ノービジョンにそびえ立つ自然と歴史の宝庫、金華山に明かりを告げ、ただいまより山を下ってまいります。こうやってと連動してんのかな。この山は昔は稲葉山と呼ばれておりましたが、戦国時代織田信長はこれを金華山と統一しており、井の口を中国の故事に習い岐阜と改めたと言われております。今をされる500年前の戦国時代に国取物語などで有名な斎藤道三は京都から美濃へ乗り込み、美濃を制する者は天下を制すると豪語し、美濃の実権を握り理想的な国づくりをしたのです。また織田信長はここを天下統一の足場として楽市楽座などいろいろな政策を打ち出していき、その基礎は後の安土桃山時代の政策に用いたと。